はい。どうも皆さん、こんにちら、ゆずこです。それでは今回なんですけども、a u p たぬきの大恩返し2021年1月は、ケンタッキースーパーマーケット、伊藤洋稼働や OK などで、ポンタポイント20%還元キャンペーン2月や3月もお得な情報ありということで、今回は a u p イの来年1月からスタートするキャンペーン情報についてですね、もしかすると2021年始まって数ヶ月は主力のスマホ決済になりそうな気がするので、サクッとまとめてお伝えしていこうかなと思います。 それでは、行ってみましょう。ということで、今回お伝えするキャンペーン、こちら、タヌキの大恩返し20%還元キャンペーンということなんですけども、こちらはまあ12月はね、いろいろと開催はされているんですが、1月からも新たにまたスタートします。まあ大きく分けて2つあるんですけども、まず1つ目、こちら、ケンタッキーフライドチキン AU じゃなくても使える最大20%還元ということで、まあ今回はね、あの、まさかのケンタッキーがキャンペーンということなんですけども、ちょっと詳細を見ていきましょう。 まず期間なんですけども、2021年の1月の1日金曜日から、もう1日からスタートしますね。1月31日日曜日までがキャンペーン期間となります。で、細かいところなんですけども、まず得点としたら、今お伝えしたようにケンタッキーで AU ペイで決済したら20%還元がされます。今回ポイント還元されるのはポンタポイントということですね。で、次に付与上限なんですけども、しっかりとあります。1回の決済で500ポイントまで、そして期間中トータルで1500ポイントまで付与されます。 で、実際に、1回に2500円分ケンタッキーで決済したら500ポイントが付与されて、で、期間中トータルで7500円まで使ったら1500ポイントの上限に到達するということになります。 え続きまして、対象外店舗なんですけども、ありということですね。ちょっとここを気をつけておいた方がいいかなと思います。まあ、というのもですね、一応これが対象外店舗なんですけども、まあ、パッと見た感じ、イオンモールとか、イオンとかが結構ちらほらと目立つかなと。まあ、全部が全部の場所ではないと思うんですけども、結構そのモールとかに関しては対象外のところがちらほらとあるという感じですね。ここは事前にチェックをしておいてください。で、そして、付与日なんですけども、2021年の3月末にポンタポイントとして不要 がされますということで次2つ目のキャンペーンですね。スーパーマーケット aupay のキャンペーン最大20%還元ということですね。これ嬉しいですよね。スーパーマーケットでキャンペーンって結構僕的にはテンションが上がります。で、細かいところなんですけども、 まずキャンペーンの期間として2021年の1月の1日からスタートしましてこちらは3月の22日月曜日まで開催されます。というのもですね、今回このキャンペーンですね、結構面白いぐらい続くんですよ。まず1月の関してはスーパーマーケット。そして2月はそのスーパーマーケットプラスアルファでなんとドラッグストアが追加されます。で、さらに3月に関してはスーパーマーケット、ドラッグストア、そこに飲食店が加わります。これ結構やばいですよね。 で、ポイント還元の上限もまあまあ厚いです。1回の決済で500ポイントが付与されて、月にトータル3000ポイントまで付与されます。なので実際1回に2500円まで決済したら500ポイントの上限に到達して、期間中トータルで15000円分まで使ったら3000ポイントに到達するということになります。 なので、まあ、例えば僕一人暮らしでスーパーとかもちょくちょく行くんですけども、まあ、期間中トータルの上限として3000ポイントということなんですが、まあ、1万5000行くか行かないかぐらいなんですよね。まあ、スーパーで利用するとしても。なので、結構この上限って結構個人的には助かるなと思います。そして、ポイント付与に関しては、支払った月の翌々月末頃ということですので、まあ、ある程度まあ、ま、また忘れた頃に付与されるかなという感じですかね。 まあ個人的にはドラッグストアとかスーパーでお買い物するときは値段が下がらないものということで、まあ、結構これ利用されている方多いと思うんですけども、あのゴミ袋をまとめ買いしたら結構上限にサクッと到達することもできるので、まあそういった方法もぜひ試してみてください。で、このスーパーなんですけども、気になるのその対象店舗ですね。こちらが一覧となっております。 まあ、見たことあるお店であれば、イトーヨーカドーとか、オーケーとか、サミットとか、僕がちょっと住んでる地域にはないんですけども、まあ、東急ストアとか、そういったところが対象となるということですね。 個人的には、まあ、見たことあるスーパーでは A コープっていうお店はわかるんですけども、僕が住んでる地域からは結構遠いので、まあちょっと利用は結構しにくいかなと。で、もう一つの一覧がこちらですね。あんまりこう見たことあるスーパーがちょっとないかなっていう感じで、僕個人としたら、福岡にあるお店があんまり見かけることがないお店ばっかりなので、このキャンペーンの途中とかに AUP のお店が増えましたみたいな感じで、対象のスーパーが増えてくれれば、まあさらに個人的にはテンションが上がりますね。 ですけども、もし、まあ、これらのスーパーがお住まいの地域とかにあれば、もうぜひ AUP を使ってみるのはいいのかなと思います。20%還元は結構厚いですよね。 で、1月2月3月ね、まあまあ、AU ペイのキャンペーンいろいろあったので、簡単に日付ごとにまとめてみました。まず、1月1日から1月3日なんですけども、お試し券スイーツということで、まあこれは AU ペイというよりか、ローソンのキャンペーンですね。まあちょっと前の動画でもお伝えはしてるんですけども、1月の1日から3日までの間、このティラミスとショートケーキに関しては50ポイント獲得することができますんで、もし年始にね、近くにローソンに行くことがあれば、これをぜひ獲得するチャンスかなと思います。僕はせっかくなんで取りに で、続きまして、1月の11日までのキャンペーンなんですけども、これ皆さん参加されましたかね総額1億円のローソンアプリのお年玉キャンペーンなんですけども、まあ先日ね、ちょっと動画でも紹介をさせていただきました。で、今僕自身はスタンプは17個集めました。で、今3週目ということで、まあ近いうちちょっと6個目を獲得しに行こうかなと思ってるんですが、 今現在の僕の気になる結果は、残念ながらまだ500円のみなんですよね。皆さんいかがですかね今現在のこの状況は。結構ね、まだツイッターとか見る限りは、500円当たったとか1000円当たったとか1万円当たったっていう方もまだまだちらほらと見るので、抽選の5000名かな ?1 万円相当は。可能性としたらまだ当たるのかなと思うので、 ちょっとね、この期間中、ローソンマラソンにちょっと励みたいなというふうに思っております。ぜひですね、視聴者さん今どんな感じなのかコメントいただけると面白いかなと思います。で、1月1日から1月31日はスーパーマーケットの20%還元。 同じく、ケンタッキーのキャンペーンで20%還元ですね。こちらもしですね、ケンタッキー利用される際は、ケンタッキーの公式のアプリがありますんで、まあ、マクドナルドのアプリと似たような感じで割引の券とかクーポンが付いてたりするので、ぜひそれと併用してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、次2月に関しては、スーパーマーケットプラスドラッグストアの20%還元キャンペーンですね。まあ、個人的にはドラッグストアで松本清とかが入ってくるとちょっとテンションが上がりますね。そして3月に関しては、スーパーマーケットプラスドラッグストア、さらにそこに飲食 点が加わるとまあ、おそらく、a u p が使えるお店が対象になってくれば、かなりね、幅広く使えるのかなと思いますんで、まあ、正直なところ、1月から3月までの間、 対象のお店が近くにあれば、もう思いっきりね、a u p を使うのも結構ありかなと思います。ちょっとスーパー個人的にはね、もうちょっと増えてほしいかなというところでもあるんですけどね。で、もしですね、まだ a u p のインストールされてない方いらっしゃいましたら、ぜひですね、ポイントサイト K でインストールすることを強くお勧めします。っていうのもですね、結構お得なんですよ。そのポイントサイト K っていうのは、このチョビリッチを個人的に今はお勧めしてるんですけども、まあインストール方法簡単で、このチョビリッチというポイントサイトを開いていただきまして、この虫眼鏡のマークをタップしていただきます。そしたら検索 ののバーーが出ててくくるので AU スペースペペイといいう風に入れてください普通にスペースなしで入れると検索に引っかからなかったりするので au スペースペイという風に入力して検索をかけますそうすると a u ペイが出てきますのでここの a u ペイのところをタップします そしたらですね、a u p y のポイント獲得方法などについて出てきます。この動画をアップしている12月28日であれば、AUPE インストールすることで880円相当のポイントをもらうことができます。ちなみにそのポイントに関しては現金とかにも交換できたりとか、他のポイントとかにも交換することができますんで、 まあぜひこのタイミングで、ね、インストールしてみてください。ちなみにそのポイント獲得するためには獲得方法というのがしっかりと下に詳しく出てますんで、それを読んだ上でインストールを行ってください。で、インストールする方法として、ここにサイトに行くという項目があるので、ここをタップしたら iPhone であれば App Store に切り替わりますんで、ここから通常通りインストールしていただければ大丈夫です。めっちゃ簡単ですね。 で、さらにですね、AUPay であれば結構このキャンペーン長くやってるんですけども、初めて利用される方に関しては、AUPay の残高が1000円相当もらうことができたりするので、先ほどのポイントサイト経由の880円、プラス AUPay 残高がね、1000円相当もらえるキャンペーンもあるので、実質1880円ぐらいもらえるのかなって考えたらめちゃくちゃお得かなと思いますんで、ぜひですね、 キャンンペーとと合わせてて使ってみるののもいいいいかなという,ふうに思いますまあ、そんなこんなで今回は、タヌキの大恩返しの1月のキャンペーンについて簡単ではありましたけれども、お伝えさせていただきました。いや、ほんとね、この1月も楽しみなんですけども、まあ、個人的にその1月のスーパーが、僕の近くで使ってるスーパーは特になかったので、まあ、2月3月がさらにちょっとテンションが上がってくるのかなというふうに思っております。 嬉しいですよね。ちょっとこの年が越す前にさらにワクワクさせていただくこの aupe。僕もちょっとうまく使っていこうかなというふうに感じています。で、先ほどお伝えしたね、ポイントサイトのちょびリッチの登録ートの方いらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼ってますんで、こちらも詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。